丈夫？坊ちゃん連れてとっとと帰んな。ああ、それとも姉ちゃんが相手するか？もう終わり？で、もう一杯。勝負はこれからでしょ。どう？あ、匂ってないよ。そういえばさ、じゃあ千代ちゃんのも嗅がせて。いやだよ、なんかそうくると思ったんだよ。参考、参考まで。ちょっと、何この技、やめてまさか、ハルキ？こら！あれ、ウズキ、サツキ、何これ。弥生お姉ちゃんのブラジャーはパッドが入っています。こら！何で持ってんの？弥生、何の騒ぎですか？宿題やってました。家族のことを書いてきなさいって宿題なの。だから観察。そんな目で見ないでよ。ヒロシ、もういい加減にしなさい。なんだよ、勝手に入ってくるなって言った。なんだよ、僕の部屋、僕のマユイちゃんは。ヒロシ、落ち着け。僕でさえ入手できなかった激レア限定版マリちゃんすくみず。ミーシャちゃん、おはよう。一緒に学校行こう。なんだその格好は。病気で3年間休学していた小6かっこ15歳という設定ならギリ通じると思うんですよ。お、こんな腹筋バキバキの病人がいるか。15歳、学校行くくらいなんでもないんだからな。これが究極の低回路仮想地、ロッカくんだ。ではこちら、ろ過した私のおしっこになります。おしっこ出しよった。しまってくださいよ、バッチーな。というわけで、おしっこ飲めたのか。大丈夫かな、この人。いやいや、飲むわけないでしょう。何言ってんですか。飲まなきゃロッカくんの力がわからないだろう。他に方法あるでしょう。えらく拒否するな。私のおしっこ飲みたくないだけなんじゃないか。あれはなんで舐めてるの。あんた本気で言ってんの。高校生だったら普通知ってるぞ。まあまあ、フェラするのはね、手でするより口でした方が何倍も気持ちいいからなんだよ。極論言えば自分で自分のを舐めたいぐらいだ。しかし体の構造上自分じゃ無理、ゆえに誰かに舐めてもらうしかないんだが、男に舐められるのは気持ち悪い。だから女の子に舐めてもらうわけ。わかった。小柳花子、何度も言ったが、うちの狭い体育館じゃコートレンは強いチーム優先だ。弱小のジョバレは外周行って体力積んどけ。話は以上だ。可愛くね、態度とプレス。これって鎌倉先輩ですよね。なんで今さら外周なんて。だりーよ、文句言うな。基礎練をおろそかにしちゃ勝てねえんだよ。ゆいちゃん好き。着たままお風呂入ってみたい。ふむ、なんかエロいね。ゆいちゃんは何したい？すき焼き食べたいな。服は着てるよ。何かおごってあげよう。いえ、そんな。彼女に赤プルコ一杯。娘よ、自分にとっての幸せを問い続けることを忘れるな。人生を有意義なものにしろ。はい。頑張れよ、頑張れよ。お、忘れ物ないわね。平気だよ。お、靴下が、あ、片っぽ履き忘れてた。恥ずかしい。ルンちゃん、パンツは？ピョ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 。きたー、これぞこのルート最高の素敵ポイント。
水面お、よーし、毒です、飲んでください。それで渡して飲むバカはさすがに。それはそれは。ではいただきます。この味は水酸化ナトリウムですね。にゅにゅ、どうなるの、最後はどうなるんだ。今突っ込まれると思って口開けただろ。言っただろ、俺が生き返したいからじゃなく、お前が生き返りたいと望んだから俺が生き返すんだって。おい、もういいだろ、わかったって、止まれ、伝わったから。そうなの、私も一度でいいから愛の告白されてみたい。そしたら無条件で速攻付き合っちゃうのにな。え、ひなちゃんがカカシの代わりかい。そう、動物がみんなひなちゃんの方に行ってくれるから助かるわ。これ今日のお夕飯に使って。まさか畑泥棒でもしてるんじゃ。そうだよね、練習するしかないよね。頑張ってみる。チンピン、おめえたちそこで何をしている。おまわりさん、もうなんだてめえ、関係ねえだろう。この国家権力様に立てついてると思ってるのか、神。お前こそ口の利き方に気をつけろ。俺はな、現金とかそういうやつ払ってんだよ。先言ってよ、そういうこと。悪いことしようかと思ったじゃん。なんかごめんね、邪魔しちゃって。はい、じゃあこの辺で。私が反壊してる。ひゃー、危ない。片手ダンプ。お兄ちゃんは毛だものですから。そうよね、あんな凄まじいシーンを描く作者なんだから、エロ魔人でも当然よね。わかったわ、これもラノベのため。ユウの好きなようにしていいわ。お兄ちゃん警察を呼んでも。私は女になっちゃうのね。こんなことならもっと可愛い下着つけてくるんだった。はあ、いいお湯。俺もそろそろ湯船に浸かりたいんだけど。入ればいいじゃないか、自分家でしょ。そうか、じゃあ交代な。ちょっ、私を干物にする気？人魚は水がないと死んじゃうんだよ。いや、僕はアヒルちゃん、今日も張り切って冒険に行くぞ。ところであんた、いつ帰るんだ。え、今日のうちの客何人だと思う？30人だ、30人。たったそんだけの客もさばけないで人類を侵略できると思ってるのか。侵略ってのはつまり64億人の人間をお前一人で支配するってことだ。何人だと思ってたんだよ。1000人くらいだと思ってたでげす。デート行かない？はい、デートって何ですか？デート、あ、こここ、ふっ、やっ、はっ、やっ、はっ。相手に気合が足りー。剣道部すげえな、怖え。入部希望なんですけど。仮入部に来ました。お、いつの間に。おとなしく逮捕されてください。断る、と言ったら。是非もありません。これは、まさか。しかも3人で。近寄らないでください。不潔です、不便地です。神聖な道場で、あんなことや、
だからあんなことやこんなことって。